長野県西約御嶽山の大滝口3合目の清滝大滝村中心部大滝村大滝地区。御嶽神社里宮大滝村は長野県南西部、長野県基礎群に位置する村である。御嶽山の麓に位置する。御嶽山は富士山、白山と並ぶ御嶽信仰の山。大滝村は長野県の南西部にあり、西側は岐阜県と接する。村の北側には 御竹山がある。かつては林業が盛んで、基礎檜の木が知られた。それは日本三大微林に数えられている。昔は伐採したヒノキをいかだにして川を利用した水運方法で上松町の製材所まで運ばれていた。しかしダムの建築により水運ができなくなってしまったため、代わりの運搬手段として基礎森林鉄道が整備された。基礎森林鉄道は、 木材の運搬だけでなく、住民の足としても活躍していた。特に、大滝川の奥の木曽日の木は、品質が高く、江戸時代から伐採が保護されてきた。1970年頃は1本10万円以上の価値があり、高級材木として知られた。さらに、伊勢神宮の建築材として使用されていた。財政力指数は0.27。また、2009年度決算分では、 0.25である。また、ラスパイレース指数は、総務省が発表した2006年4月1日時点の、国家公務員の俸給額を100とした対比での数字は67.5となっており、全国最下位であった。また、2011年4月1日時点では、91.2であり、地域手当補正後、ラスパイレース指数も、同様の値であり、全国最下位でないものの、 長野県内では77団体中69位である。1504年に品野国畜間群大滝村が成立していたという記録が残っている。大滝村へ入ることができる道路は実質的に木曽町から通じる県道256号及び牧尾ダム湾道路のみとなっている。上松町とは一本の林道が通じているのみで、下路市、中津川市は エ林所専用林道のみで一般車の往来は不可。多くは村とは車道が通じていない。村内を鉄道路線は通っていない。鉄道の最寄り駅は JR 東海中央本線基礎福島駅。ありがとうございます。